はい、こんにちは、しあすかです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は地球人材として輝く帝王学ということで、経営学講座の第882回をやっていきたいと思います。今回は貨幣定数の実際ということですね。実際貨幣定数というのは何倍ぐらいで推移しているものなのかというのを見ていきたいと思います。でそうしたときに、縦軸がお金ですね。100兆円、400兆円、1000兆円、1200兆円です。で横軸っていうのは、時間を取っています。2003年、2013年、2016年という時間を取っているということになります。で一番下のこのグラフっていうのは何かっていうと、でこの2003年から2013年ぐらいまでは、大体100兆円ぐらいで推移して、2013年から2016年で、こうぐーっとこう400兆円ぐらいまで増えてきている。でこれは何を表しているかというと、中央銀行、日本銀行からこう銀行に供給されたお金ということになりますね。現金プラス法定準備という数字になります。それが100兆円から2013年までずっとだいたい横ばい でそこから2013年から2016年まで一気にこう300兆増えて400兆円ぐらいになったということですね。日本銀行から銀行に対して供給されたお金というふうに考えていただいていいということです。で今度はこっちですね。1000兆円から結局ずっと横ばいぐらいで、結局2013年から2016年にかけて200兆円ぐらい増えて1200兆という数字ですね。これは何かっていうと、結局日本の中に存在しているお金ということになります。現金プラス預金ですね。日本にはたくさんのこう銀行とか、ありますけれども、その預けられているお金の合計金額ということです。実際日本の中で、存在している流通現金プラス預金ということになりますね。でそれがずっと大体1000兆円ぐらいだったのが、1200兆まで、なっているということになります。で問題は貨幣定数ですね。貨幣定数は結局日本銀行が供給しているお金の何倍が実際に流通してますかということです。そしたら最初は100兆円が分母ですよね。日本銀行が供給しているお金が100兆円で、実際に流通しているお金、流通というか、預金も含めてですけど、実際に、存在しているお金というのは1000兆円ですから、だからずっとこう10倍ぐらいで推移していたということです、ね。日本銀行が100兆円供給していて、1000兆円が実在しているということでいけば、貨幣定数は10倍ということになります。だからずっと10倍ぐらいで推移していたということになりますね。ところが2013年に、結局日本銀行によるこう異次元の金融緩和ということで、ここでこうプラス300兆お金が急にぐっとこうたくさん供給されてますよね。お金がぐっとこう300兆円ぐらい供給されています。でそれで結局こっちの方は、なんと200兆しか増えてないと。300兆たくさん供給されたのに、200兆しか増えてないわけです。そうすると、例えばここは400兆でここは1200兆ということでいけば、3倍と、ね、結局10倍ぐらいできていたわけですけど、ここから急にこう3倍までぐーっとこう貨幣定数が下がったということになるわけですよね。だから簡単に言うと、この異次元の金融緩和っていうのは、はっきり言ったらうまくいかなかったということになります。もし貨幣定数が、最初10倍だったわけですよ。貨幣定数が10倍だったわけですから、もし、うまくいった場合であれば、結局例えばこれが400兆になったのであれば、ここは、4000兆という数字が、なってもおかしくないわけですよね。今までずっと貨幣定数は10倍に、中央銀行が供給しているお金の10倍が結局、実在するというようなことになった、なっていたわけですから、もし400兆であればここが10倍であれば4000兆になっても不思議じゃないんですよね。しかし実際4000兆ではなくて1200兆だったと。
ということです。で、300兆増えたのに200兆しか増えてないということなんですよね。だから結局銀行自体がね、この3年間で結局貸し出し先がなく、しかもマイナス金利で収益がものすごく、銀行の収益が非常にこう厳しくなったということですよね。で、法定準備で、ね、日本銀行に預けてても金利がつかない、ね、で銀行というのは貸し出し先がないときは日本国債で運用してたわけですけど、まあ、国債が一時、ね、マイナス金利ということで、まあ、銀行が持ってた国債がマイナス金利ということで国債を保有していると逆にお金が出ていってしまうというようなことが起きたわけですよね。で、信用っていうのはとにかく貸し出し、預金貸し出し、預金貸し出し、預金貸し出しの連鎖で、ね、信用創造っていうのは起こるわけです。ね、預金があって、貸し出しがあって、で、また預金があって、ね、ここは銀行が預金を受け取って、ね、そして貸し出しが起こり、で、また、預金ですよね。まあ、例えば A 社が一部、手元に残して一部、残りは預金で、預金を受け取った X 銀行が、ね、一部は法定準備で預けるんだけど残りは貸し出し、そしてまたそれをこう B 社が受け取って、で B 社が結局一部は手元に残して一部は別の銀行に預金みたいな、この預金貸し出し、預金貸し出し、預金貸し出しっていうのがどん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 起こると信用創造で、ね、お金が2倍3倍4倍5倍っていうふうにこうなっていくというのが信用創造です、ね、そうすると例えばここで、ね、300兆っていうお金が、ね、増えたのであれば、ね、もしそれが預金貸し出し、預金貸し出し、預金貸し出しって連鎖していくと、まあ、こういったことが期待できるわけですけど、実際は全然起きなかったということですよね。結局ここで、ね、貸し出し先がなかったわけですよ、銀行からすると、ね、貸すということができなかったわけですよね。で、結局家計にしても企業にしてもお金を借りるという、 こう、ね、お金の需要ですよね。お金の供給とお金の需要って考えたときに、お金の供給とお金の需要って考えたときに供給増やしたんだけど需要がなかったんですよね。で、借りたいっていう家計とか借りたいっていう企業がほとんどなかったと。で、金利がつかないけどね、昔みたいに35年ローンで家を建てたいっていう人がほとんどいなかった。で、そしてほとんど金利がつかないのに、ね、企業で、ね、銀行から借り入れしてその借り入れのお金を使って、設備投資するっていう企業がほとんどなかったということですよね。だお金を借りてまでマイホーム建てたい、お金を借りてまで設備投資したいという、ね、ところがなかったので、だから供給は増えたのにお金の需要がなかったので結局貸し出し先がなかったわけですよね。だから信用創造が起きなかったわけです、ね、もともと10倍の、ね、上数、貨幣上数だったのが、結局下がりに下がって3倍ぐらいまで下がってきているということです。だから信用創造が全然起きなかった。300兆も供給を増やしたのに、ね、わずか200兆しか増えてない。これ300兆で300兆でトントンですけど、300兆で200兆しか増えてないわけですよ。つまり、ね、結局貸し出し先がなかった銀行が、ね、マイナス金利とか収益の圧迫によって逆にお金が、ね、300兆増えたんだったらまだ、ね、トントンなんですけど、300兆増えて200兆しか増えてないということは、ね、銀行はも、ね、例えば銀行が日本銀行に対して法定準備で預けてて金利を受け取ってたのが逆にマイナス金利で払わないといけなくなったとか、ね、銀行がたくさん日本国債を抱えてたわけですけど、その日本国債が一時的にマイナス金利になって銀行の収益が大きく、ね、悪化したというような感じで逆にお金が、ね、100兆円分、ね、まあ、減ったというか、300兆増えたら300兆増えないといけないんですけど、300兆増えたのに200兆しか増えてないということが起きたわけですね。まして信用創造なんかほとんど起きなかったということなわけです。だから結局この、ね、預金があって次貸し出しなんですけど、この貸し出し先がなかった、貨幣需要が起きなかったということなんですよね。だからもうはっきり言ったらこの、ね、この一元の金融緩和っていうのは、ね、実際はうまくいかなかったと、ね、だから論理通りはいかなかったんですよね。経済学の論理でいけば、ね、ここの資金需要、ここが貨幣供給が増えれば信用創造が起きて、
ね、っていう感じで、考えられてたわけですけど、いざやってみたら、ね、そのもうね、昔作られた経済学の論理が今のこの実体経済には合わなくなってきていると。でそれがもうはっきりした、異次元の金融緩和だったということが言えるということですよね。だからこの方法は二度、通用しないと。で昔作られた、時代であれば、ね、きっとこういうふうになるだろうという考え方で、ね、なってたわけですけど、実際いざね異次元の金融緩和をやってみたときに信用喪失が起きなくて、ただ銀行の収益が悪化しただけだったというようなことが起きているということですよね。だから、ね、今からの実体経済でいくといかにここをね、上げていくかっていう、もうここに尽きるんですよね。もうだから日本銀行ができることっていうのは実際上はもうほぼなくなっているということです。ここの供給をどれだけこういじったとしても、こっちの方が変わってこないと、ね、経済にいい影響を与えることができないというのが、まあ、ある意味ではっきりしてしまったというようなことですよね。だから乗数効果というのがずっと10倍ぐらいで維持、10倍ぐらいで推移してたのに、まあ、この異次元の金融緩和のこの数年間で一気にこう乗数効果だけがただただひたすら下がったということが言えるということですね。まあ、これが現在の実情というお話です。はい、今回の動画ですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は、特典教材プレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。